ほう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 。あ、こちらですね。まあ、重要文化財、東向八幡宮石堂ですね。はい、こちらですね。そこのね、岩部っていうところがあるんですけど、まあ、そこに十三仏がですね、まあ、浮き彫りされてるんですね。まあ、十三仏っていうのは、まあ、不動明王とかね、釈迦如来とか、まあ、大日如来とか、文殊菩薩、地蔵菩薩、普賢菩薩、まあ、弥勒菩薩、薬師如来、まあ、観音菩薩、静止菩薩、阿弥陀如来、阿宿如来、そして国蔵菩薩。まあ、そういった感じでしたね。まあ、よくね、六字頭赤道っていうのは見かけるんですけど、まあ、この十三仏というのはかなり珍しいものですね。まあ、ちょっとね、説明がないんですよね。向こう側からも反対側からですね。ああ、ちょっと欠損があるんですね。まあこちらでね、十三仏いらっしゃるはずなんですけど。はい。これがね、東向八幡宮の、まあ、十三仏の石堂です。はい、こちらはね、本殿のちょうど裏側なんですけどね。だから西側になりますけどね、東向いてるんです。これ、大山積みの御事ですね。猿田彦狼。こちらは何でしょうかね。不思議だね。そちらにね、まあ、十三仏の石堂がございました。まあ、ここはね、まあ、形状から行くと、まあ、弁財天っていうか、まあ、ちょっとね、これは推測の域を出ませんけどね。あそこに優秀書きありましたね。まあ、ちょっと優秀書き読みに行きましょう。はい、東向八幡宮です。主祭神、本田和家の御事。応神天皇ですね。主祭神、土佐能の御事、普通主の御事、大名虫の御子と大山積みの神、竹南方の御子とおむすびの神、受け持ちの神こと、坂の尾の御子と菅原道真公ほか十三橋。1月1日春祭り、1月15日、例祭、10月15日。ああ、今日はね、10月14日なんですよ。ああ、明日あるはずなんですけど、まあ、準備も何もされていませんよね。開運、厄除け、病気平癒、将軍、来福、試験合格、交通安全、家内安全、創業安全、まあ、創業繁盛、社運流昇、諸願成就、本殿、元禄5年造営、平殿、拝殿、昭和62年の造営。あ、境内抹茶は、厳島神社です。御祭神、市毛島姫の御子と。ああ、そうでしたね。室町時代の中頃、応仁の乱の最中、1467から1478年、美濃和城主、長野成久、山城の国、京都の石清水八幡宮より分霊勧請し、社殿を造営。美濃和城の総鎮守となす。
年は移り、長野氏第4代城主、長野成盛が武田信玄に滅ぼされる。1566年。その後、沼城は織田北条の支配を経て、安土桃山時代末期、天正18年1590年、徳川家康が豊臣秀吉の命にて、尾張から関八州へ国替えになり、江戸に下ると同年、家臣、徳川四天王の筆頭、井伊直政、幕末の大老で、彦根藩主、第14代藩主、井伊直弼の祖、北の要として、箕輪城主、12万石となり、社領を寄進し、継親の誠を捧げる。慶長3年1598年、和田城、高崎へ移住となり、廃城となるにつれて、社殿、荒廃する。さらに、春秋を数えて、阿波の国、千葉県、勝山藩士、酒井、秋の神、早殿将の領地となり、白川に大干渉を置く。酒井以降、難病を患い、麻生も知れずとなりしとき、夢枕に、領内に東口八幡宮あり、我に祈願すれば必ず平湯すべしとお告げがあり、東を向く八幡宮を城下くまなく探したが見つからず、飛び地領内を探したところ、当初の大官、千賀や平次、と八代を見分けて現状する。酒井以降、権上する。謹慎を使わして病気平湯の祈願をなしたところ、日ならずして病気全開した。酒井以降その霊験の明らかなることを、法恩感謝の誠を捧げ、元禄5年、1692年秋、松尾芭蕉が奥の細道を執筆していた頃、荒廃する社殿を改築した。現在の本殿がそれである。以後、当社を庶民氏子は東向き八幡宮と呼び、尊崇し、神の恵みと祖先の御徒に感謝し、清き、赤き清き誠をもって、神明奉仕を代々継続している。なるほど。そういった面白いエピソードもあるんですね。この中に出てくる、阿波の国、勝山藩主、酒井秋野守、早田の将の領地。確かに、白川に陣跡っていうのがありますよね。大干渉跡っていうかな。この酒井さんが、漁師、漁師だったんですね。23夜灯です。23夜灯は月待ち供養の記念として造立された塔の一種です。月待ちとは18世紀の後半から昭和初期にかけて日本の各地で行われた月信仰の宗教行事です。特定の月齢の夜に高知を組織した人々が集まり、月の出を待ち飲食を共にした後、経などを唱えて月を拝み、悪霊を追い払いました。月待ち行事には、15夜、16夜、19夜、22夜などがありましたが、特に普及したのが23夜で、23夜行に集まった人々が供養の印として建てた石碑が23夜塔で、全国各地の路傍などに広く見られます。この23夜塔は、聖子菩薩を本尊として祀りました。聖子菩薩は知恵の光を持っており、あらゆるものを照らし、すべての苦しみを離し、修行に限りない力を得させる菩薩と言われています。そうですね。一番全国的に広まって、23夜待ち。待つっていうのは、実際に月の出を待つっていうこともあるけど、そういった菩薩のね、そばに、退治しているっていうような、そんな意味も、含まれているそうですよ。こちらのね、なかなかいい23夜塔ですよ。こちらはね、文字塔の道祖神です。記念名、寛政6年。木の絵虎。寛政6年、1794年ですね。道祖神。こちらは、総体道祖神。これも保存状態が良くていいですね。
まあ肩を抱いてるのもわかるし、まあ杯とっくり型ですけどね。なかなか立派ですね。はい、このようなね、まあ、万造物もございました。東向き八幡宮でした。ご視聴ありがとうございました。